どうもありがとう、裸にはならない、そして、青春オーバーヒートナイト、そして、ある OL の青春4曲続けて、聴いていただいたんですけども、まあこの間、まあそのね、最後に歌いましたある OL の青春というのはですね、ニューアルバム古今東西の中に入っているんですけども、皆さん聴いていただきました？全部で15曲曲が入ってまして、13曲オリジナルで、まあ、2曲はね、カバーなんですけども、その中で何が一番好きでした？やっぱりみんなね、人それぞれ違うので聞き取れなかったんですけども、でもね、あの今私と日本放送の方でね、ラジオやってるんですけども、そこにね、はがき来るんですけども、そこではね、一番人気はね、この街っていう曲あの途中でね、私の熊本弁が入ってるんですけども、馬刺しがよかとかね、そういう感じでね、まあ熊本弁が入ったりとかしてるんで、なんか結構皆さん気に入ってもらってるんじゃないかななんて、思ってるんですけども今回ね、本当に熊本弁っていうか入れたの初めてで、まあなんか普通ね、方言とか歌手っていうか、あの歌詞の中にね入れたりとかしないと思うんですけども、でもやっぱりね、ふるさとってみんな持ってると思うし、私もね、実際すごく、まあ熊本から離れてきて4年ぐらい経つのかな、やっぱり帰った時にね、あの建物がなくなってたりとか、あと自分が好きだったね、裏山がなくなってたりとかするのってすごく寂しいですよね。そういうのがなんか死にかければいいなと思って、でまあ曲がね全部できて、それからまあ熊本弁とか入れたら、まあイメージが膨らむんじゃないかななんて思って入れたんですけども、あとね、すごくまあ人気があるというか、変な歌だなって言われるのはザ・バスターズ・ブルースなんですけども、これはねこれはね、まあ、あのゴキブリをやっつける歌なんですけども、まあジャズっていうのをね、初めて今回チャレンジしてみまして、あのジャズなんて全然ね、やったことなかったんですよ。普通はね、あの全然知らなくて、まあ、いきなりね、これに詞を書けって言われて、でもこんなこと書いたことないのにとか言って、でもゴキブリとかね、昆虫とかってみんな嫌いですよね。ねえ好きなの？あの私はすごいね、大嫌いで、ね、まあ、ゴキブリでもね、やっつける歌を書いたらスッキリするんじゃないかなと思って、なんか後ろで一人で叫んでる人がいますけどあのまあね、そういう歌でも書いたらスッキリするんじゃないかなって思って、書いて、このねプロモーションビデオ見ました？結構ね、あのテレビとかで流れてるんですけども、まあ、 あの私とゴキブリが出てきて、そのゴキブリをね作ったんですよ。30万もしたんです。あれすごいでしょまあ、本当にね、まあすごい、結構私もこのビデオね気に入ってるんで、まだ見てない方は多分テレビで流れるかな、わかんないですけども、流れるかもしれないので、皆さんまだね見てない方は見ておいてください。ということでですね、まあ、あの本当にいろいろ今回のアルバムっていうのね、バラエティに飛んでまして、まだね聞いてない方はぜひ聞いてもらいたいなって思ってます。それでその前にですね、雨というシングルが出たんですけども、これは知ってますよね。これがもう本当にすごいね、あの9月の10日にね出したんですけども、なんかすごく今いい状況で、優先ってありますよね、優先でね初めて2位まで行ったんですよ。もう本当にね、これも皆さんのおかげだと思ってます。なんかすごくね、私もやっぱりすごく好きな曲で、皆さんにね、なんか、あ、森高がバラード歌ってる、雨歌ってる、すごくいいなって言われるようにね、まあ、あの本当になればいいなとか思いながら歌ってたりとかしたんですけども、本当にねそういうのが自分で優先なんて普通ね上位になかなかいかないんですよね。それがなんか本当に上に行って、皆さんがねなんか本当にリクエストしてくれてるおかげだなと思ってます。どうもありがとうございました。まあ、だからね、まあこれはアルバムバージョンとしてね、アルバムの方にも入ってますので、また、シングルとは違うね感じで、まあ、聞こえてくるんじゃないかななんて思います。では、その雨アルバムバージョン聞いてください。
Thank you.